Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese.国営の海運会社設立を検討しています。インターナショナルオープンデーに政府はアクセスの容易さと透明性を強調しました。保健省は子どもの溺死死亡事故に貢献した人たちを表彰しました。当局は世界的に鳥インフルエンザが急増しているとし、養鶏業者に警告しています。それではまず初めのニュースです。政府が国営の海運会社設立を検討しています。 運輸省は政府のランドブリッジキャンペーンの一環として、台湾とアンダマン海を結ぶ輸送を支援するための国営海運会社の設立を検討しています。サッサヤム運輸大臣は現在、提案されている海運会社は国の海上物流システムをサポートすることになると明らかにしました。 この航路は国営企業または対港湾公社の子会社が運営することが可能です。サービスは国内の海運会社、台湾で操業する会社、アンダマン海で操業する会社からなる3つの独立した事業体によって監督されることになります。このエリアの海運は政府のランドブリッジキャンペーンと連動し、 チュンポン県とラノン県の港を結ぶ物流を提供するのに役立つと説明しています。サクサヤム運輸大臣によりますと、この提案は今年中に内閣に提出され、2029年に完成を目指すとしています。運輸省はこの開発により、タイが世界トップクラスの物流国になることを期待しています。次のニュースです。 インターナショナルオープンデーに政府はアクセスの容易さと透明性を強調しました。インターナショナルオープンデーとなった3月5日、政府は行政の近代化、接続のさらなる容易化、透明性の重要性を強調しました。インターナショナルオープンデーは国や都市などの公共機関が取り組んでいるオープンデータに関する政策をサポートし、 その利用を促進するための世界的なイベントです。タナコン政府報道官は、プライト首相がビデオ会議を通じて、インターナショナルオープンデー2022のスピーチを行ったことを明らかにしました。イベントは3月5日、プルマン、バンコク、キングパワーホテルで開催されました。タナコン報道官は、プライト首相は、 国際社会が認めるインターナショナルオープンデーデー2022のイベントに参加できることを嬉しく思っていると語っていたとしています。スピーチの中でプライト首相は、タイ政府は技術の進歩とデータ情報の拡大を認識しており、ビッグデータの枠組みを開発するために現在その土台作りを進めているとのべました。データの統合は公共機関と 国民をつなぐために継続的かつ体系的に実施され、すべての関係者がデータに容易にアクセスし、さまざまな分野で国を前進させる開発をするためにデータを利用できるようになったと強調しました。
さらにデータを容易に利用できるようになったことで、透明性を主要議題とする行政の検証への国民参加が促進されることになりました。プライス首相はオープンデータハッカソン2022構想の開始により、データ管理能力が強化され、全ての関係者がオープンな公共データを使い知識を交換することが支援されていると述べました。これはまた、より革新的なデータ管理サービスの創出や一般ユーザーへの対応の改善にもつながるだろうとしています。プライス首相はインターナショナルオープンデーのイベントが近代化され、接続と透明性のあるオープンデータベースの開発で協力を促進し、行政のデジタル化のための基礎を築くことになるとの確信を述べました。これはひいては国家の長期的な安定と公共の繁栄を確保するのに役立つと強調しました。今年のインターナショナルオープンデーは、より良い暮らしのためのアンロックデータ開発をテーマに、デジタル政府開発庁が主催しました。福祉や治安を確保するオープンな公共データや情報を開示することのメリットを目的とした活動が行われました。次のニュースです。保健省は子どもの溺死事故防止に貢献した人たちを表彰しました。タイでは2021年、溺死する子どもの数が前の年と比べ 56% 減少しました。政府は2027年までに15歳以下の子どもの溺死の数を10万人当たり 2.5 人まで減らすという新たな目標を設定しました。一方、保健省は2021年、溺死した子どもたちの数の減少に貢献した人々を表彰する盾を渡しました。この盾はアヌティン副首相兼保健大臣により直接手渡されました。アヌティン保健大臣によりますと、保健省は国連の世界溺死防止決議に基づいて活動した、多くの機関と国民の協力によって結成されたチームは、子どもの溺死者数を前の年の約1500人から2021年には658人にまで減らすことができたと評価しました。アヌティン保健大臣によりますと、保健省は2歳以下の子どもに怪我をしにくい安全な遊び場を提供したり、6歳以上の子どもたちには泳ぎを指導したりするなど、溺死を防止するために迅速な対応を実施しています。次のニュースです。当局は世界的に鳥インフルエンザが急増しているとし、養鶏業者に警告しています。農業協同組合所家畜開発局は、世界中で鳥インフルエンザが急増する中、養鶏農家に対し鶏を注意深く監視するよう警告しました。ソラウッド局長によりますと、世界動物衛生機関は2021年、61カ国5213カ所で鳥インフルエンザの発生を記録しました。2022年2月25日に発表された最新の世界動物衛生機関の論文では、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの30カ国以上で高病原性鳥インフルエンザウイルスのアウトブレイクが報告されています。一方、世界保健機関は中国における H5N6 型鳥インフルエンザの人への感染例があり、死亡した例を報告しています。トラウッド局長は、家畜開発局がタイでの状況を注視し、鳥インフルエンザがタイに侵入するのを防ぐために警戒態勢を維持していることを明らかにしました。家畜開発局は各地の関係者に予防策の重要性を強調し、養鶏業者に鳥インフルエンザから家畜を守る方法について指導を進めています。養鶏農家は野鳥などが飼育している鶏と接触するのを防ぎ、農場とその周辺を少なくとも週に一度は消毒する、そして新しい動物が来た場合、飼育している鶏の群れに加える前には隔離するなど、バイオセキュリティ対策を優先して家畜を飼育するよう注意を促しています。また家畜開発局は農家にも家畜の健康状態を注意深く観察するよう要請しています。村人は異常な症状や家畜類の死亡を確認した場合、
直ちに当局に通報するよう求められており、いかなる場合においても家禽類の遺体を流通させたり消費したりすることはないよう厳しく命じています。農家へ住んでいる地域や県の家畜管理事務所に詳細を問い合わせるよう呼びかけています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。政府が国営の海運会社設立を検討しています。インターナショナルオープンデーに政府はアクセスの容易さと透明性を強調しました。保健省は子どもの溺死事故防止に貢献した人たちを表彰しました。当局は世界的に鳥インフルエンザが急増しているとし、養鶏業者に警告しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.